ラウドのうち7歳か8歳以来かな。今は調理場らしい。おやおや何か妖怪いえ、素敵な歌だと思って。あら恥ずかしい。実はね、時々ご飯をあげてる猫ちゃんが行方不明で心配で心配で歌っちゃうの。ちょっと、ん？クラウド、なんでも屋の出番。あら、感情が高まったらつい歌ってしまわない？いいえ、私は。音楽はしないの？子供の頃にピアノをやってました。ママに教えてもらって。あら、いいわね。いつか伴奏してちょうだい。はい、機会があればぜひ。ねえ、ん？その猫、俺たちが探そう。本当かい？助かるよ。私はダーイ、ここの料理長よ。猫ちゃんはニブル山のふもとに住んでるみたい。野良なのに真っ白で、すらりとした綺麗な子よ。そうだ、お腹を空かせてるだろうから、これを持って行って。うちのマルのやつを思い出しちゃった。ああ、俺もだ。結局あいつはどうなったんだ？ごめん。なあティファ、気になっていたことがあるんだ。何？あのティファの猫をどうしてマルっていうんだ？別に丸くなかったよな。ああ、あれ？マルはね、12歳の誕生日に村長がくれたんだよね。その時に村長がこの子はマルだって言ったの。だから理由はわからない。もちろん新しい名前をつけるつもりでいたけど、それより先にマルっていう名前が部屋中に広まっちゃった。いい名前って思うようになるまでそんなにかからない。マル、いつも首に赤い布を巻いていたの、覚えてるかな？ああ、そうだったな。あれね、パパが巻いたの。自分の古いシャツを着て、私がもらってきた猫なのに、パパの方が可愛がってたかも。そうか。ごめん、この話。いや、いいんだ。どうしたの？声がする。あそこだ、追いかけよう。仕上げだ。いや、気負いすぎる。頑張るね。ハードをして当てる。それワーク。この力つなげる。出番だよ、私の出番。いけそうかな。お疲れ様。悪さしないで。連携しよう。私に任せて。さあ
よろしくね。いいとこ見せなきゃ。当てる。キャー、飛んでけ。そこから狙える。俺が出る。やっぽ。頼んだぞ。よし、やっちゃおう。まだまだ当てる。追いかけよう。怪我の具合も確認したいし、一旦村に戻ろっか。連れて帰ったらダーエさん世話してくれそうな感じだったよね。クラウドも一緒に頼んでくれる？ああ、帰ろう。Hey!
怯えてる。こんな日はモンスターも増える。私たちが住んでいた村とは違うもんね。だから村に戻らなかったんだろうな。どうしたの？マル？追いかけよう。怖くないですよ。ここは診療棟ですが、今は休憩時間です。料理長のダーエさんなら2階。クロマントの人たちの腕には入れ墨でナンバーが彫られてるんです。おい、あんたたち、あら猫ちゃん、無事だったのね。しかもこんな可愛い子ちゃんたちまで。ニブル山で産んだみたいです。おやおや、ご苦労だったね。それでその山での子育ては難しいと思って連れてきてしまったんですけど。ああ、はいはい、心配しないで。これからは私が責任を持って面倒を見るから。猫ちゃんに囲まれ料理するのが夢だったの。ララ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 。うちの子になるなら名前が必要だね。あんたは真っ白で綺麗だから、白だ。間違いのないいい名前だろ。子供たちは後で考えよう。いや、その猫の名前は、おや、ピアノが聞きたいのかい？でもごめんね、私はさっきのが精一杯なんだよ。ティファが弾けばいい。いいわね、私もぜひ聞きたいわ。じゃあちょっとだけ。そうだ、せっかくだから伴奏もつけようか。演奏をたしなむ連中を呼んでくるから、ちょっと待ってて。どうしよう、クラウド、なんだか大変なことになってる。ピアノの練習してたのって子供の頃だけだよ。逃げるか？それはできない。じゃあ練習だな。正直驚いた。本当にずっと弾いていないのか？クラウドがいるから張り切っちゃった。この子たちのことよろしくお願いします。
任せなさい。美味しいものをたらふく食べさせてあげるからね。覚悟しときなさいよ。さあ、ついてきな。ピアノを弾きながら、いろいろ思い出しちゃった。ママにピアノを教えてもらったこと。パパの雑な、でも美味しい料理。エミリオたちとのお茶会。クラウドは何度誘っても来なかったよね。そうだったか。クラウド、一人ぼっちでも平気だったよね。俺のこと、そんな風に思ってたのか。違うの？平気なわけない。もっと知りたいな、クラウドのこと。あ、時々話そう。うん、きっとだよ。来てよかったね。ああ、マルも戻ったしな。今日からシロだよ。新しい家族と一緒に幸せになってほしいな。聞かせて。